はい、どうもー。どうも、矢上徹です。一応ね、モヒカンアタムみたいな人になって。何もツルツルですけど。どうも、V チャンネル茨城山本です。旅でーす。とは何でしょうか。今日ね、水戸公演がね。あ、もうすぐね。ね、詰まってますね。おかげさまで、チケットが2日、うん、ぐらいで。はい。頑張った。そうね、告知してすぐね、もうありがたい。もういつもね、こうだといいんですけどね。まあでも、人数もね、うん、少ないですし。そう、まあ今回はアイちゃんね、うん、地元ということで、人ということで、速攻でアイちゃんの客、アイファンが、ありがた、選ばれたためにはね、ね、埋めてくれたんで、小川はこうはいかないですよ。そうね。小川はもう、僕とカーペ君と、マークリーぐらいですか。そうです。ね、テーマソング、客が少ないってもう20何年歌い続けてますから、ね。はいはいはい。いやー、埋まりませんよ。他でやったってなかなか。怖いかないぞ。怖い、怖いと思うなよ。地元、他が地元とはいえ、ね、我々の力で、2日で40人、50人、埋められるかしたら、うん、それは無理ですよ。ホームがアウェイですからね。どこが一番客呼びやすい？そうですなー。でも東京とも言えん。あ、でもね、割と六本木の時は、やっぱり昔の友達が来てくれたりしましたな。なるほど。うん、分かんない、どうやってお客さんって呼ぶんだろうな。本当にね、矢沢永吉とかに行きたいとこですよね。ねえ、うん、でもだいぶ稽古もね、ね、いい感じで、うん、ね、やってますね。はい、結構ね、楽しい感じに、ね、うんうん、なってきてると思うんで。そうですね。うん、そう、またね、マスターがいいのよ。あ、マスター。ね、ねー、うん、ボルドーの。そう、ボルドーのマスターはね、今回芝居初だって言ったけれども、うんうんうん、なんかね、結構そうとは感じない。そうですね。うん。やっぱり結構ね、そう、接客とかね、してて、うんうんうん、まあ、いろいろ慣れてるかもしれないけれどもね。うん、うんうん。なんかまっすぐだよね。まあそうだね。うん。すごく真面目な方なんでしょうね。うん、ええー。きっと。すごいなんかね、誠実な感じがね。うん。うん、この不誠実者集団の自己感謝がね。そうですね。うん、なかなか、ね、面白い感じに仕上がってると思いますので、はい、予約されている方は楽しみにしていただけるとね。はい。もうキャンセル待ちも何度かいるみたいで。マジで？キャンセル待ちってあんまり我々で聞いたことないよね。わ、うん、ないですよね。そもそも埋まらないからね。そうだね。うん、結構ね、はい、今回割といいラインナップをね、揃えたかなと、個人的に思うんですけど。あ、コントのね。そう、ね、僕が結構ね、好きなラインナップなんですよ。おー。うん、なんか、うん、そうだね、うん。なんか割と長めというか、ちゃんと見せる、ちゃんとお芝居するコントというか、うん、やってますね。ええ、うん、だから多分自己批判賞ってなんか見たことないけどっていう人にもね、ああ、結構楽しんでいただける内容になるんじゃないかなと。ああ、ちょっとね、会場が狭いので ね、座席によってはちょっと見づらいということもあるかもしれませんけども ね、そこはちょっと、まあ、ご理解いただくしかないんですけども、申し訳ないんですけども、うん、まあ精一杯やりますので ね、楽しんでいただければと。はい、まあ、なるべく ね、こうみんなに見ていただけるような感じでね。まあ、他のメンバーもね、うん、いい感じですよね。はい。おじちゃんなんかもやっぱ、うまいしね、おじちゃんね。おじさんうまいね。おじさんは演技上手なんで。エビちゃんのいいところも、いっぱい出てる気がするし、さくらさんも ね、面白いし、うんうんうん、まあ、なおちんは相変わらず負担が多いですけど、フル回転でいつも申し訳ないですけどね。やっぱりね、できる役者、負担が多くなるしょうがないですよ。まあ、もちろん ね、川辺くんも私も頑張ってますので、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらと ね、ね、みんな老骨に鞭打ってね、頑張ってみてね。本当ですよね。うん、なんかもう、今まで、痛くなかったところが痛い。そう。あれ、なんかこれこんなに痛くなるっけとかさ、こんなに息切れるっけって思うね、コントがちょいちょい出てくると思う。まあでも、今年最初で最後のイベントというか、ね、お客さんの前でやるのは、今度の水戸だけですからね。そうなの。本当にね、2021年は唯一ね。うん、そう、うん。なんか水戸公演についておすすめポイントとか、カベ君からありますか？おすすめはね、結構ね、いろいろあるんですけれども、はい、そうだな、まあ、普段見られない私でしょうか。そう？そんなことね。普段見られないことないでしょ。割といつも通りで。で、やっぱり結構ね、キャストが変わるとさ、うんうんうん、結構やっぱ同じ、まあ今までやってたのでもね、新しい発見って ね、あるもんですよ。うん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 、まあだから、うん、まあ、自己批判書好きでね、うん、いつも見てくれてる方は、うん、見たことあるコントかもしれませんけど、うん、また雰囲気、違ってると思いますんでね、うん、キャスト演出変わればね。そうなの、結構さ、うん、やっぱり20年前とかからやってるコントとかでも、うんうんうん、やっぱり、ね、新しい発見っていうか ね、気づかされることとかもねありますね、今回ね。ほら、うちコントだから、うん、お笑いみたいな観点で言うと、そのネタ見たよ、前も見たよって言われがちなんですけど、うん、
ダメかね。じゃない。だってバンドとか同じ曲ばっか歌うでしょ。そうだよ。ローリングストーンズなんかもずっとさ、5、60年サティスファクション歌ってるよ。で、ね、で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 、まだやってんのって言わずにね、あの楽しんでいただきたい。ね、あの、ほら、カラジューローみたいにさ、いくつになっても水槽に入っていくような。水槽に落ちるような、ね。そうそう、ネイルソローみたいなね。お約束というかね、ね、うん、やっぱ、その辺がね、うん、望まれると嬉しいですね。そうなりたいですね。あのコントやれよってなるとね、うん、やりがいもありますけど、ね、待ってましたっていう感じが、ね。ああ、そういうの欲しいね。うん。うん、やっぱいいネタはね、うん、何回やってもいいと思いますし、うん、どんどん質を高めていきたい。はいですよね、クオリティを上げて、どんどんブラッシュアップして、また新たな形で見てもらうというようなのが理想ですよね。ね、まあもちろんね、あの新しいネタもね、そうちょっとね、日々思いついてはね、ネタ帳とかにね。新作も書いてはいるんですよ、ちょいちょいね。まあ、なかなかね、あのお披露、ね、こういうご時世もあるので、ね、あのお見せする機会がないんですけども、また新作を集めて、公演もね、やりたいと思ってますので。楽しみに、はい、していただければと。そう、僕もね、この前なんていうの、このコロナの暇にかまけてさ、脚本ってものを書いてみたんですけどね。あ、マジですか。難しいな。いやいや、うん、でもそう見せてください。そう、サムはね、こんなのを毎回書いてんだなーってね、感心します。いやみんなでやりましょうよ。そういうのをみんなでね、うん、また直して、舞台に上げられるように書いて、みんなで力を合わせて。はい。面白い本を書ければと思いますよね。うん、そう、結構さ、最初に言ったのは、なんか誰かのアイデアとかでもね、なんか膨らんで面白いコントになったっていう話もね、そう結構今まであったんで。そう。うん、カベクなんかね、アイデアマンだからね、結構カベクのアイデアから生まれたコントっていうのもいっぱいありますから。うん、まあ、ゴミみたいなね、アイデアもいっぱい出ますからね。そう、それをね、膨らますと面白くなったりしますんで、なかなかほら、みんななんか、こんなの言ってもつまんないだろうなって言って、言うのやめちゃう人が、多い中で、カメカ何でも言うからあの頭のフィルターが割と緩いですからね。そうフィルターの目が荒いからそれも大事なんだよ、そういうの大事だと思うから、どんなアイデアでもやはり言ってみて、なんかそれをね、それによってなんか生まれてくるもの絶対ありますから、はい、皆さんもね、他のメンバーを見てたらアイデアがあったらどんどん恥ずかしがらずに言ってください、ね、そう、心のパンツはね、どんどん脱いだ方がね、はい、皆さんもなんか面白いコントのアイデアがあったら、コメントに書いていただけると、私コントできますからでもどんどんね、ちょっと面白いコントとか、アイデアを教えていただければ、またいろいろ生まれてくると思いますので、とりあえず、12月4日見とこう、ね、来られた方は期待して、そう、泣いても笑ってもね、今年最後のコント、最初で最後のコントなんで、はい、一生懸命やりますので、楽しんでいただければ幸いでございます。はい、そう、俺らの生き様、見とけよ。はい、見とけお待ちしておりますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ、今日はこの辺で、はい、また次回お会いいたしましょう。さよなら。一緒に見とけ飲もうぜ。